はい、ということで結構時間経っちゃうんですけど、こちらのね、ディズニーツイステッドワンダーランドのキューポスケットプチ、僕全種類集めたじゃないですか。これらを振り返ると同時に1個だけね、開けてない箱というかフィギュアがあるので、ちょっとそれをね、紹介したいなと思いまして、紹介するのがこちらですね。ドン、ディズニーツイステッドワンダーランドグリムプレミアムいろいろポーズフィギュアということで、グリムのね、ちっちゃいフィギュアが実はね、しれっと出てまして、これね、面白いのがリリースがセガなんですけど、ここにあるのはバンプレストさんなんですよ。バンプレストさんとひょっとしたら同じ規格のフィギュアを作ってくれてるんじゃないかなと思うので、中身がね、どんな感じなのか、こいつも見ていこうかなと思います。はい、じゃあ早速開けていこうかなっていう感じですね。いやー、皆さん2021年どんな感じでしたかね。僕は本当にね、クレーンゲームの動画で言うならば、TikTok がありがたいことにバズったので、ひたすら60秒以内のショート動画をひたすら作ってたっていう感じなんですけども、ツイステのね、プライズに関しては相変わらずっすよね。とりあえず毎月何かしら出て、ひたすらキューポスケット追いかけて、ぬいぐるみ追いかけてっていう感じだったんですけど、初年度に比べればだいぶ人気も落ち着いたので、集めやすいなぁと思いながらも、例のね、キューポスケットのレアアソート事件のように、死ぬ気で探さないといけなかったりっていうところでね、まあ疲れたわ 疲れたんですけどね。最近ちょっとね、プレミアムグレイスシチュエーションフィギュアっていうの、椅子に座ってるやつもなんだかんだなんかね、人気が出始めて、あれもね、直近だとマリウス様のやつが出たんですけど、初日でなくなってる店舗とかあったりしたんで、まあ徐々にフィギュアとか、なんだろうな、まあ、プライズ欲しい人増え始めたのかなっていうところですかね。でもぬいぐるみは正直お腹いっぱいですね。僕も個人的にはフィギュアが増えてほしいなっていうところなんですけども、これは組み立て超楽だな。開けた感じは可愛い気がする。ちょっと待って、まだお顔は見てないよ。お顔は、はい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 、じゃあじっくり見ていきましょう。はい、ということで、こちらのグリムプレミアムいろいろポーズフィギュア見ていこうかなと思うんですけど、冒頭で説明した通りね、こいつはね、3種類あるんですけど、僕はね、この1種類だけ取ることにしました。でね、やっぱグリムキュンって言ったらね、やっぱこの顔だと思うんですよね。よくイラストとかでも採用されてると思うんですけど、ちょっとニヤリ顔というか、3種類なんだっけな、普通に仁王立ちしてるやつと、もう1個がね、ちょっと思い出せないんですけど、後で画像を貼ろう。後で画像を貼って、もう1個はね、この代表的な顔になるんですけど、これだけは欲しいなと思って、撮りやすくなった時に撮らせてもらったんですけどね、まあ良いわ 良いというかね、まあ表面がこんな感じで、裏面がこんな感じになるんですけど、最初に言った通り、こっちのキューポスケットはバンプレストさんから出てて、こっちはセガさんから出てるっていうことで、質感とかね、やっぱね、塗装の仕方とか、全体的にやっぱ違うなっていうのはね、開けて思ったんですけど、今回のこのグリムキュンに関してはね、セガのプライズあるあるっていうのかな。セガのプライズ、よくあるのが SPM っていうフィギュアがあるんですけど、あれ系統ってね、塗りの表現がすごい多いんですよね。パーツで分けてるっていうよりは、一回形を全体で作っちゃって、そこに対して、まあ上から塗装していくっていうことが多いんですけど、こいつも同じく、このね、ふさふさの毛の部分と耳の炎の部分は塗装で表現してて、後ろのリボンもまあ塗装かな、別パーツでやってるっていうわけではないっすね、これ。だからなんかね、これ僕の個人の感想になっちゃうんですけど、セガのフィギュアってすげえヌメってしてるんだよね。まあそれをいいっていう人もいるっちゃいるので、一概にはね、否定できないんですけどね、否定はできないんですけど、ただ、やっぱり予想通り、あえてなのか分かんないんですけど、このキューポスケットプチとサイズ感ちょっと統一しにいってる感じはあるよね。もうちょっとちっちゃくても良かったけど、ちっちゃすぎるとね、プライズとしての魅力がね、損なわれちゃうから、バランス的にはすごいちょうど良かったと思う。明らかにバンプレストさんのキューポスケット一緒に置いたら似合いますよっていうコンセプトで出してくれたのかなっていう感じですね。いや、良いんじゃないですか。足はね、穴がついて差し込む系じゃないので、後ろの支柱で支えるタイプになるので、こいつ外して仁王立ちできるかって言われたら無理なので、そこだけちょっとご注意くださいって感じですね。可愛い。
はい、ということでめっちゃ簡単ではありましたが、こちらのグリムプレミアムいろいろポーズフィギュアの紹介をさせていただきました。今回はね、こいつの紹介がメインじゃなくて、こいつらをね一個一個これに乗せて見ていこうかなっていう、まあ簡単な全種紹介動画にしようかなと思うので、この後一体ずつこの上に乗せて一周させていくので、よければご覧ください。この動画が良かったらチャンネルグッドボタン、またチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。はい、ということで、このね、ディズニーツイステッドランドゥーラン、プン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 。ふぅ、さて、気を取り直して。